おはようございます。30日の朝、エビを茹で続けてます。200本茹でてるので、これが最後のエビになりますが、茹でた汁がエビの旨味がたくさん出ていてるので、最後に茹でたエビが、味が抜けないで美味しく揚がると思います。誰の箱に入っていくのか楽しみです。レモンが見えるかもしれませんけども、ちょっとレモン3を切ると色の、エビの色がよく出るので、ちょっとレモンを入れて茹でてます。出来上がってくるかな。しっかり茹でないと皮がちょっと抜けないので、ちょっとこの場合はしっかりめに茹でてます。お、出てきたかな。だんだん火が通ってくるとエビが浮き上がってくるので、浮き上がってから、そうだな、1分半ぐらいしっかり私たちの場合は茹でてお出汁につけます。上がってきたぞ。さあ仕込んでますので、待っててくださいね。それでは